ビバシティヒコネは、滋賀県彦根市にある複合商業施設。かつて当地は、彦根食品地方卸売市場と平和道、流通センターなどが所在しており、彦根市場外と呼ばれていたが、1983年に彦根市が行った地元案件1と調査で、現状では魅力ないとして再開発を支持する回答が過半数を占めた。これを受けて、 再開発構想が進められることになったが、当初は、彦根、市場外の商店連合会は、大型店の出店には前向きではなかった。しかし、1988年3月12日に、大型店出店に協力する方針に転換したことから、大型商業施設などを建設する構想が進められることになった。その後、商業施設の各店舗の選定に入り、 1989年2月28日に再開発事業準備組合で各店舗が平和堂に決定された。その後、1991年12月に平和堂、多賀センターが完成し、1992年3月25日に彦根総合地方卸売市場が新市場に移転、開業した。そして平和堂を交えて計画案の策定を進め、 1993年12月9日に南彦根駅前ショッピングプラザ計画の参上申請を提出した。1994年6月3日には専門店約65店の出店が決定するなどでなんとの大枠も固まった。そして1995年3月30日には当館の建設や運営を担う第三セクターとして 南彦根都市開発の創立総会を開いて会社を設立し、同年8月11日に起工式を行って着工し、同年12月27日には名称をビバシティ彦根とすることを決定した。そして映画館やボーリング場カラオケなどの娯楽、文化施設も併設した、刑事祭外級の大型複合商業施設という触れ込みで、 1996年4月26日に、ビバシティ彦根として開業した。なお、正式開業の2日前の4月24日から、招待客向けに先行を開業した。1972年完成の平和道本部ビルの、老朽が進んでいることから、約400メートル南側の平和道社有地と一部社地を、合わせた約3万8000平方メートルの敷地に、 新たな本部ビルを建設し、2017年3月までに移転させる計画が2015年2月5日に開始された。現在も滋賀県湖東、湖北地域では大規模な商業施設である。商業施設面積は48,096平方メートル。各店舗である、ビバシティ平和堂のほか、エディオンとビバシティ専門店街があり、食品のほか、書籍、貴金属、 服飾、家電など多様な品種を扱う。株式会社平和堂の子会社である南彦根都市開発株式会社が運営している。略称はビバ公式キャラクターはビバチェ君。ビーバーをモチーフにしている。コミュニティ FM、FM 彦根コミュニティ放送による生放送がレギュラー番組として行われている。ありがとうございます。